阪神大竹、めんどくさそうに送球してしまう。ホームラン帳消しワロタ。虎の子の一点が。テルのエラーは絶対失点になるという。大竹は切れていいぞ。ツーアウトから何したん？矢野と勝負したバッテリー、ベンチのミスやろ。昨日の才木はエラーしても抑えてた。ツーアウト二塁で大竹がその後抑えりゃよかっただけ。次クリアぞ。大竹ガンバ。よしよし。大竹をちょくってて草。大竹は怒っていいぞ。ほう、落ち着いてるわ大竹。大竹ちょっとイライラした感じでファースト投げたな。大竹、ホラトレよ大山。ロボットみたいな送球。佐藤は責任取ってもう一本ホームラン打ったれ。テルは打って返してくれる。大竹ナイスや。打ち取った後ハイハイって感じの送球はロタ。大竹坂本は確率で抑えるからある意味村上より安心感ある。しかしテルがエラーした時にはいてくるやつなんなんよ。おい大竹、早急投げやりだぞ。気持ちはわかるがしっかり投げて。しっかり投げすぎたら球が上に抜けることがよくある。青柳はワンバンだし大竹はあれだし大山大変やな。大竹って結構態度に出るよな。結構短気なイメージ。ツーアウトだったし昨日みたいに三塁にまで行かれたわけじゃないやろ。その後抑えられない大竹の能力の結果よ。大竹は去年と違って今年は厳しい表情のマウンドが多いわ。